うわすげえ、なんかうわマグマみたいになった。次なんかあれじゃない、ボスっぽい感じじゃない。バトルディコンプリート、やったね。ほらなんかすごいマガマガしい雰囲気があるって。バトルディコンプリートするけん大丈夫なはずよ。よし、モールに響く雄たけび、ワニャバトルディたちの力で道を塞ぐゲートが開かれました。縄張りを守るボスへ挑もう。ゴリラっぽい感じかな。お、なんか開かれたよ。ちょ、発見したとこ行こうや。ん？調べる。コイン。で、ここがアイストレジャー。こっちこっち、ブリザードスケート。スケートで移動していく？凍らせて、ぶつけて、え、なに、何するんやろ。普通に滑るだけ？え、なに？あ、なるほどなるほど、そういうこと。別にこれあれか、普通にゴールすればいいだけって感じ。連打してたら、なるほど、ぶつかるだけでいいような感じになるんや。無敵状態やね、ほぼ。うわ、落ちた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 、待ってくれー。くそ、ゴールかと思った。連打しながら進まんといかんのかな。お、これゴールじゃない？イエーイ。レアストーンゲット。レアストーン集めるのめちゃくちゃ地道。ふふ、この森を抜けたら次なんか砂漠っぽいところに行くんかな。この辺なんかありそうじゃない？ないんか。よし、それじゃあボス行こう。モールに響く雄たけび。うわー、そう、最終ボスステージとかにもミッションいっぱいあるね。あ、でもワドルディはなし。で、なんかミッションが4つ。なるほど。ここにはワドルディは囚われてはないんやね。いや、まあ、あの、ボスのところにはおるんかもしれんけど。この辺とかなんもない？見えないところにはさすがになんもないかな。いや、わからん。なんか仕掛けられとるかもしれん。このキャラクターなんなんやろ、ちょっと気になる。かわいいし。これさっきと同じモール？いや、モールは一緒か。さあ、何があるんだろうか。今のところ特に何も。いや、まあ始まったばっかりやもんね。そんなすぐには何もないか。ででででで、で、何も、あ、手配書。え、手配書あるのにミッションじゃない場合もあるの？剥がしたよね今。でも別にミッションとか何も出てこんかった。横に。そういうパターンがあるのか。必ずミッションだと思って。ん？これなんかある？なんもなかった。でもこれ普通に行ったら多分スッとボスが出て、ん？なんか今影が動いたような気のせいか。うわー、なんかバナナの山。やっぱ、ボスゴリラじゃない？え、なんかそんな感じするよね、めっちゃ。え、なんかドスドス言いよるって。ねえ、なんか、え、これさ、え、一直線にボスに行きよるってことやないん？だってもうなんか、ボス目前みたいな状態じゃなかった今。ここ、
入れねえ。でも何もないな。手配書2枚もあってミッションじゃないとかある？これ上行けそうじゃない？あれ別に何もなかった。ほら、ここに来たらめっちゃなんかドスドス言い出すん。で、ほら、こういうの大抵、あ、でも中ボスとかの可能性があるんかな？どうしよう、何で行こう。これって今持っとるのと同じってことよね。枠。ちょっとボムやってみよっか。えい。どうやってやるんやっけ。あれ？痛い。あれ？わからん。ソードの方がいいかな。ソードにしようっと。の辺とか。中には入れたけど別に何もない。トイレ？トイレなのか。なんかめっちゃ水の音聞こえん？誰か入ってます？よっ。これ。でかっ。こいつやん。怖っ。なに？怖いんですけど。怖いんですけど。へえ、怖いって。ひぃー。これ、見つかってはいけないとかないよね。ちょ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 。あ、アドルディ。やっぱこれ最終やん。ゴーアンジュー、ゴルムンバ。ゴルルムンバやった。ねえ、これ最終やんね。ボムとかの方が良かったかな。怖い怖い怖い、殴られそう。何？その衝撃波。目怖いって。ダッシュで近づくみたいなんないんか。きえ。あの上とか登れんのかな。きえ、踏み潰される。へ、避けてやったぜ。やっぱ別にあの星取ったところで何もないな。なんかボスとの戦い方とかがミッションになったんやない？違う？なんかありそうじゃない？この衝撃波を受けてはいけないとか。うわ、なんかありそう。もうすでに無理やけど、ちょ、離して。この最初のムービーの時以外捕まってはいけないとかさ。何？あ、ああいう感じ？地面の中から引っこ抜きよ。やば。自分の方の体力あんま見てないよね。あ、待って、能力。あぶねえ。さすがにちょっと能力なしは無理。もしかしてあのスターさ、あのスターさ、何もない丸腰状態の時とかに、吸い込んで攻撃するようとかかな。いや、一応空気を吸い込んでぶつけることもできると思うんやけど、やっぱスターの方がいいんじゃない？知らんけど。いや、ここ、あれやね。でも普通にやってきたら、ミッション成功するのめっちゃ難しそうじゃない？ここの。やっぱ、ステージ最終ボスやけんさ。難しそう。だって、手配書剥がしたけどミッションじゃなかったっぽいしな。何のミッションもクリアできてない、見つけれてないのにボスにやってきてしまったし。多分これやっつけたらもう終わりやろ、ここ。おそらく。何、段階変わってるよねー。痛い。ちょっと待って。あぶねー。あ、目を回す感じ。てか待って、体力がさ。
体力がさ、もうあと半分しかないんですよね、私。うわ、でも結構避けれてね、私。いてぇ。調子に乗っとったらね。え、だいぶいい感じやと思う。よっしゃー。え、もしかしたらあれかな、体力半分以下になってはいけないとか。体力半分以上でクリアとかじゃない？わからん。え、なに？ソードで倒す。え、ってことはさ、これもしかしてあれか？え、多分ミッション、え、何個やったんかな？ミッション3つ？ 4 つ？いや、わからん。けど、一発じゃクリアできんってことやねん。多分これ、たまたまソード選んどってよかった、じゃなくて、ボムで倒すとか、アイスで倒すとか、多分その辺もあると思うよね。なるほどね。そういうパターンか。にゃるほど、にゃるほど。はい。バトル D 解放。ステージクリア。ソードで倒す。え、なにこれ、なんか出たけど、ゴルルムンバの股下くぐり。何それ何それまあ、やけん、この辺からちょっと、まあ、やり込み要素というか、一回じゃクリアできん要素が出てくる感じっていうことなんやね。いや、まあ、クリアはクリアなんやけど、その、全部完璧にこなしたい人には、ね。っていうことよ。え、ねえ、ワドルディあと3体おるやん。え、でもさ、ワドルディを助けるみたいなミッションなかったけど。あれ、なに？ワドルディの街に強制送還。ん？新しい建物立っとるやん、あれ。あれ、ガチャルポンが。ガチャッと回せばフィギュアがポン。集めて楽しいコレクション、ガチャルポンボリューム1が設置されました。なるほど、そこはガチャルポンエリアってことなの？ほらほらほら、なんか、ソードの時に被っとる帽子やん。コピー能力がもっと強くなる、ワドルディの武器屋がオープンしました。何それ？ん？でもこれさっきさ、体力満タンやけん、あのトマト取らんでいいやって言ったけど、体力回復してないんや。あれ、一個一個ワールド進めるごとに体力回復したのかと思っとった。違うんやね。じゃあ回復しておこうかな。ちょっと待ってね。は、イエーイ。一回限りかな、もしや。コピー能力が選べるお店、ワドルディの武器屋がオープンしたんだって。能力が選べるだけじゃなくて、もっと強くなるための秘密も分かったらしいよ。早速入ってみようよ。あ、ってことは、ここで能力を選んで、そのワールドの最初から、能力を持った状態でスタートできるってこと？今ももちろん、前のワールドの続きで能力は使えとるけど。ワドルディの武器屋。徐々にこれ武器増えていくんかな？右側ボムしかなくない？ここはコピー能力がよりどり緑のお店、ワドルディの武器屋です。お、なんか、すごい油とかで顔が汚れとる感じ。カービィさんが発見したコピー能力は全てここに取り揃えてあります。いつでも使ってくださいね。あ、要は自分が使ったことのある能力しかここにはないってことなんやね。じゃあ手当たり次第、とりあえず一回は敵を吸い込んでいかんと。あと何の能力があるんやろ。さらに聞いてください。今ある能力をより強いものに進化ができるようになったんです。武器屋って言うけど、お金は必要なんかな。自由にみたいなのによったよね、今。最近発見されたこの設計図に、すっごい新技術が書かれていて、コピー能力が進化できるようになったのです。試しに今から進化させてみましょう。早速準備しますね。ふんふん。お待たせしました。カッター能力がチャクラムカッターへ進化できるようになりました。なんかすげえ。お待たせしました。ファイヤー能力がボルケーノファイヤーへ進化できるようになりました。
進化させたい能力の前に行って A で調べてみてくださいね。ボルケーノファイヤーが気になる。コピー能力を進化させるにはコインスターとレアストーンが必要なんです。あ、なるほどなるほど。コインスターって普通にステージ上で拾うよるスターのこと？じゃあやっぱめちゃくちゃ拾っとって損はないわけね。損はないか。レアストーンはワールドマップにあるトレジャーロードで見つかるみたいですよ。挑戦してみてくださいね。今回は私が用意したので進化で進化させてみてください。 A ボタン。あざす。進化させる。見た目も変わるんかな。まあ、見た目変わらんと面白みないよね。うわ、燃えそう。木のテーブルの上で。うわ、すげえ、なんか。うわ、マグマみたいになった。ファイヤー能力はボルケーノファイヤーへ進化した。やりました。大成功です。ファイヤー能力はボルケーノファイヤーに進化できました。新しい設計図があれば、さらに進化ができますよ。発見したらぜひお店に来てくださいね。その設計図っていうのはどこで手に入ってんの？ちょ、もう一個の方も気になるんやけど。これはさ、今度からファイヤー系のやつを吸い込んだら常にボル系のファイヤーになるってこと？そういうわけではないかな。ここに来て、買わんといかん感じ？いや、わからん。じゃ、カッターからチャクラムカッターへ進化。次はどんな見た目だ？かっこいいね。かわいい。カッター能力はチャクラムカッターへ進化した。え、めっちゃかわいいやん。イエーイ。え、どんな感じ？おー、なるほど。うわ、すげえ。じゃ、こっちこっち。あ、すごいね。無料で使えるんや。あ、ステージ上で手に入る能力もボルケーノファイヤーになりますって今書いとった。なるほど。うわ、すげえ。ドロドロに溶けそうやね。敵とか。うわぁ。こんな感じです。なりました。ファイヤーは走りながらジャンプして B でバーニングアタックが使えます。走りながらジャンプして B。ちなみにファイヤーで大砲の導火線に火をつけられるのですが、大砲に入って L か R でしゃがむと導火線についている火のスピードが速くなるんですよ。へぇー。その時になったら忘れそう。待って。あれ、ジャンプどうやったっけ？こうか。うわ、燃えてた、ごめん。あ、こっちの方にもあったのね。走ってー、ジャンプビー。おー、これか。なるほどね。こっちは？あ、一応切り替えれるんやね、今の。説明してくれる。カッターは投げた後に B 長押しで空中に刃を止めてチャージできますよ。空中で止めてチャージってどういうこと？チャージ後に B を離すと強力なリターンアタックを打ち出せるんです。はぁ、あ。うわぁ。すげぇ。なるほど。これでいくわ。これでさ、遠くから攻撃できるやん。カービィ、しっかり準備ができたらワープスターに乗って新しいエリアに行ってみようよ。待って、ガチャルポンも気になるけん、ちょっと。見てみる。あ、なるほど。コインで、ここで回すことができるんや。ステージ上で拾うだけじゃなくて。じゃ、一回回してみよう。わー、いいね。メロン。メロン。そんなものまでフィギュアに。何種類あるんだろうか。さあ、行きましょうか。